来たな。悪かったな、呼び出して。どうせ川上に言われてんだろう、俺に関わるなとかさ。やっぱりな。けどお互い様だな。聞いたぜ、前歴あんだって噂になってるよ。道理で肝が太えわけだぜ。城で殺されそうになったやつ、夢じゃねえよな。お前もだよな。まあ一緒だからってなんだって話だけどよ。つか夢とはいえ鴨志田から助けてくれたよな。とりあえず礼言っとくわ。けど、あそこで見たかもしだ。お前は知らないだろうが、野郎には噂があるんだよ。そう、がたいのいいもじゃもじゃ頭、城でえばってやがったやつだよ。バレー部の顧問だが、元メダリストで、部も全国行ってっから、誰も何も言えねえ。あの城の鴨志田が王様とか、そこが妙にリアルっつうか。あの城また行けんのかな。ああ夢だ夢、夢に決まってろ。付き合わせて悪かったな。話は終わりだけど、俺ら似た者同士かもな。問題児同士気合いそうだぜ。俺坂本龍二な。見かけたら声かけっから、仕方すんなよ。じゃあな。
づいたか。立て囚人。主よりお話を賜ります。心して聞いた方が自分のためです。まずは再会を喜ぶとしよう。おお、覚醒を果たしたな。それも特別な力のようだ。これでようやく構成を始められる。今はまだ多くを理解しなくてもいい。目覚めたペルソナの力、お前にはそれを鍛えてもらう。ペルソナとは外の事物と向き合う時に現れ入れて心を鎧う、いわば仮面だ。お前には期待しているのだよ。何、心配しなくていい。時が来れば知ることになる。ところで、異世界ナビは気に入ってもらえたかね。あれを使えば現実とパレスとを行き来できる。お前を俗に仕立てるため私が授けてやったものだ。主からの異世界ナビだ。心して活用しろ、囚人。立派な賊になれるようせいぜい精進なさい。異世界ナビを活用するのに一人では心細かろう。お前にとって有益なものにならば、そのものにも異世界ナビをくれてやる。全てはお前がより優れた賊に育つため。ふん、時間だ。戻ってせいぜい休憩時間を楽しむがいい。マジかよ。授業を始める。答えろ。この程度か。やあ、
なあ。あんなでかい城、本当にあんならすぐ見つかんだろ。てか、いつあんなの立ったんだ。こっからお前とあっちの道に歩いてったよな。そう言われると俺も自信ねえな。よし、こっちだ。なんか気づいたことあったら言えよ。